九代目、サパインカ、パチャクテクの像サパインカは、インカ帝国で使用された君主の称号。一般に皇帝と訳されることが多い。インカ帝国の君主は、サパとアップの称号を有した。インカ帝国内の統治構造は、二つの二項対立の組み合わせによって成立する三分制という構造になっていた。これは、すべての権限。 空間等を上と下に分けて考える、いわゆる相分原理によるものであり、株もさらに二分されることにより成立した構造である。この一対二に三分割された空間、権力等を、それぞれコリアナ、パヤン、カヤオといった。皇帝の権力についても同様の構造となっており、インカの王は同時期に三人存在した。それぞれがコリアナ、パヤン、カヤオに対応したが、 そのうち最上位に認識された王をサパインカと言った。インカ皇族は近親結婚によって生まれた一族であり、サパインカの地位は世襲された。これは彼らの宗教観から広く交雑することで皇族の血筋が汚されると考えたためである。サパインカは神の化身としても考えられ、当時の官僚は同時に神官でもあった。 マンコカッパック旅券ユパンキクスコに成立した初期王朝のサパイン化は次の通りである。以下、太字社体はケチワ語。初期王朝は別名をカョ朝と言い,い、辞席は若干伝わっているものの多分に伝説的である。特に初代のマンコカッパックについては実在が疑問視されている。なお、カパックは後に将軍を意味し、真知は指導者を意味する。一般的には、 13世紀に王朝が始まったと考えられている。クスコ第二王朝のサパインカは次の通りである。第二王朝時代には、ビラコチャまでは、再生一致の王として、カヤオの王がサパインカとなっていたが、パチャクテク以降は、コリアナの王が続権を掌握し、サパインカとなり、カヤオの王は宗教儀礼を担い、コリアナの王の元に立つこととなった。この王朝、 女王朝とも言う。近年、このような体制の変革から、パチャクテクによるクーデターを推察する見解が出されている。ウルコは、ウィラコチャの共同統治者であったとする文献もあり、歴代に入れる年代記も存在するが、一般的には歴代に数えない。パチャクテクケチュア族は、ウィラコチャの頃までは、クスコ周辺の小さな部族に過ぎなかったが、歴史上実在が、 ほぼ確定的なインカ帝国の最初のサパインカとされているパチャクテク以降大帝国に拡大した。歴代皇帝は次の通り、パチャクテクは4つの州に帝国を再編成し、アポと呼ばれる地方間を配置した。また、チム王国の方式を取り入れ、所有権と推理権を分割した上で、土地所有権はすべてインカ帝国に属することとされた。 エクアドル南部のカニャーリ族の女を母に持つワイナ・カパックの代にいたり、インカ帝国は現在のコロンビア南部からチリ北部にわたる最大半島を有することとなった。ワイナ・カパックは紀頭第二の首都としたが広大な帝国支配のため常時転戦を重ねることとなった。ニナンク余地は数日しか在位しなかったため、しばしばサパインカレキ代から外されている。 彼は皇太子の地位にいたが、父皇帝、ワイナカパックが天然痘により病死した直後に即位したものの、数日を経ずして、同様に天然痘により病死した。これが、ワスカルとアタワルパによる継承戦争につながり、スペイン人による征服の永遠となった。万幸因化ゆっパンキに、南区予知の死と共に、性質の子であるワスカルが、クスコで即位。 即室のこのアタワルパは、キトに遊兵されたが脱走し、5年間にわたる内乱が起きた。スペイン人のコンキスタドールであるフランシスコ・ピサロは、この内乱の最中に、インカ帝国に侵入し、海戦で勝利しワスカルを遊兵した直後のアタワルパを監禁し、ワスカルとアタワルパ両名を処刑。ここに、インカ帝国は加害した。一般的にはアタワルパは、 ワスカルに勝利した後、1532年に即位したとされているが、以上の経緯により即位の事実があったかどうかに、異論も出されている。スペインの征服の後も、インカ帝国の統治体制が消滅するまでの間、数人のサパインカが存在している。スペイン人の区物として4代のサパインカがいる。マンコインカユパンティ一般的には、 亡命政権を打ち立てたマンコインカユパンキを正党と、ミなし、パウリュトゥパック、ユパンキ、カルロス・パウリュインカの2代は歴代に含めない。ビルカ・バンバを拠点に、山岳地帯から熱帯雨林地帯にかけて支配した亡命政権、ビルカ・バンバのインカ帝国皇帝としては、次の通り、異常により、一般的に最後のインカ皇帝と呼ばれる者は3人いることとなる。 実質的な皇帝の最後は、アタワルパ、スペイン人の区物として、名目的に即位した最後の皇帝は、マンコインカユパンキ、亡命政権の最後の皇帝は、トゥパクアマルである。ありがとうございます。